誰もいないな。これってどういうことなんでしょう。水不足をどうすることもできなかったからな。おそらくみんな移住したんだろう。そんな、私がもっと錬金術をうまく使えていたらなんとかできたんでしょうか。いや、これはそういう問題じゃない。錬金術は万能じゃないんだ。こういう風にどうにもならないことだってある。自分のせいだなんて思うなよ。分かってます、分かってるんですけど、それでも私はもっと人の役に立てる錬金術師になりたいんです。あれ？こんなところに何か落ちてる。これも石板ですよ、ロジーさん。はい、よかったな。新しいことがわかるかもしれないし、また組み合わせてみるか。できましたよ、ロジーさん。こんな感じで大丈夫ですか？ああ、それで合ってる。あとは放置していれば勝手に空気が溜まっていくから大丈夫だ。よく作れたな。錬金釜でこれができるってことは、エスカの腕も結構上がったのか。そうかな。あの、これって何に使うんですか？飛行船に詰め込んで浮かせるんだよ。これがあれば船体を軽くすることができるんだ。他にもいろいろ詰め込む予定だし、今のうちに軽量化だけは進めておかないとな。へえ、そういうものなんですね。こんなので飛行船が浮いちゃうのか。もちろんそれだけじゃ足りないけど、とりあえずこれだけでも飛行距離や高度も上げられるようになるぞ。あ、これを紙袋に入れたらぷかぷか浮かせることとかってできますか？できるけど、何に使うつもりなんだ？その辺に浮いてたら楽しいかなって。空気が抜けたら落ちてくるだけだし、引火したら大変なことになるぞ。お願いだからやめてくれ。うん、やっぱりダメですか。絶対に楽しいのにな。まさか本当に作れるなんて。エスカもすごいんだかすごくないんだか。いっそこんなものできなければ簡単に諦められたのに。もしかして怒ってますか？やっぱりふざけすぎちゃいましたよね。いや、そんなことで怒るわけないだろ。なんでもないよ。本当に難しいのはこの先か。エスカの頑張りを無駄にしたくないけど、俺は一体どうしたらいいんだ。さて、最低限必要な材料は揃ったけど、作業の方はどうだ、アミン。順調だよ。技術班の連中が仮設発着場で一気に組み立てている最中さ。だいぶ形になってきたし、数日中には開発班の発着場に移すよ。ついに飛行船の完成か。なんだかドキドキしますね。いや、まだあれは完成には程遠い。今のままじゃちょっと性能のいい気球ってところだ。いつも使っているボロ気球よりはマシだろうけど、これだけじゃまだまだだよ。そうなんですか？あとは何が必要なんでしょう？それはまずは雛形の完成が先だ。問題点についてはもう少し俺の方で考えてみるよ。わかりました。ロジンさんが考えてくれるならきっとなんとかなりますよね。じゃあ俺はまだ作業の途中だから。なんで慌ててたんだろう。変なお兄ちゃん。さてと、ちょっと飛行船の様子を見てくる。どうなってるか気になるしな。あ、私も今のが片付いたら行きます。お兄ちゃんも多分ずっと作業しっぱなしですから。わかった、先に行ってるよ。
ングできてきたな。ただやっぱり問題はエンジンの強度か。これだけは。ロジーさん、ここにいましたか。探しましたよ。探してたって、何か用か、ニチェ。開発班で行っている飛行船の建造計画について確認したいことがありましたので、少しよろしいですか。ああ、何が聞きたいんだ。人手や予算などはすでにマリオン班長とヘイジマン班長の共同申請が通りましたので何も問題ありません。ただ提出された資料の設計上の話ですが、安全性の問題が支部長から指摘されています。やっぱりな。その話が出るのは分かってたよ。大丈夫だ。それで、おそらく現在の改造段階でも気球より性能はかなり上がっているでしょう。しかしこれで未踏遺跡へ挑戦するのはまだ許可できません。それくらい危険な場所であるのはお分かりですよね。そうだな。どっちにしてもあそこの空域を突破するには航続距離が全く足りない。機体の強度もあの空域に耐えられるだけのものが必要だ。飛行船と呼ぶには完成度が低すぎる。なんとかしなきゃな。しかし僕もこんなことを言いたくありませんが、本当に大丈夫なんでしょうか。飛行船の資料を取り寄せたのですが驚きました。まさかロジーさんが飛行船の研究を中央でされていたなんて。さすがにバレるか。だったら事故のことも知っているんだろう。ええ、新型の錬金術エンジンの爆発事故。開発担当はロジーさんだったそうですね。試作の飛行船は全焼し、飛行士にも負傷者が出てしまったとか。本当に飛行船が完成するのか支部長も心配されていました。もしまた同じような事故が起きたら。それは最初から俺はやりたくなんて。あの、前に何かあったんですか。エスカ、お前いつから。でもロジーさんってすごいんですね。道理で飛行船のことについて詳しいと。俺はすごくなんかない。いつまでも隠せることじゃないか。それもそうだよな。やっぱりここにいたんですね、ロジーさん。ミーチェから話は聞いたろ。俺の研究は失敗したんだ。何があったのか聞いてもいいですか。中央にいた頃、新型の飛行船を作る計画に参加しててさ。俺は錬金術で制御するエンジンの開発を担当していた。飛行船の心臓部分だよ。認められたんだってすごく嬉しかった。だから頑張ったんだ。整備士の連中はバカだと思ってた。俺が提案した新しいエンジンの有効性を全然理解してないって。俺はあいつらが信用できなくて一人で研究を続けていたよ。でも違ったんだ。ただ俺の説明が分かりにくかっただけだったのに、整備士の指摘に耳を貸さなかったのは俺の方なんだ。そんな俺にも一人だけ応援してくれる親友がいたんだ。あいつは周りと仲良くしろってずっと言ってくれてたのに、怒って当たり前の事故だった。暴走して当然だ。俺一人で作るなんて無理だったんだ。おかげで研究の成果は全部燃えちまったよ。ずっと応援してくれてた親友も火を消そうとして大やけどしてさ。飛行士なのにあいつは二度と飛べなくなった。あいつの夢を奪ったんだ。合わせる顔なんてなかった。会ってしまうのが怖かった。だから俺はあそこから逃げてきたんだ。俺にはこんな研究を続ける資格も飛ぶ資格も本当はないんだよ。
おじいさん。できないことはやらない。いや、やれないんじゃなくてできないんだ。俺みたいなやつは新しいことなんて何もやらない方がずっといいに決まってる。そんなことないです。おい、エスカ、何を。ロジンさんはすごい人なんです。なのにどうして諦めちゃうんですか。落ち着けよ。そんなにひっつくな。私は何もできないのに全部一人でやっちゃって、ロジンさんが何もやらないって言ったら私何もできないんですよ。お前な、堂々と情けないこと言うなよ。まあそうだけど、それにやりたくなかったはずなのに飛行船の改造を手伝ってくれました。ロジンさんがいなかったら見通し的に行こうなんて絶対に無理だったんです。あのままじゃダメなんだ。安定したエンジンと機体の強度がまだ全然足りない。それは前に失敗したことだ。俺にはできなかった。だったら今度こそやってみたらいいじゃないですか。だから無理だって言ってるだろ。できます、ロジンさんならできます。できるもん。できるもんって、あのさ、俺の泣き言でなんでお前がそんなに泣くんだよ。そんな風にされたらさ、俺の方が泣くに泣けないじゃないか。泣いてなんかないです。ああ、よしよし、そうだな、泣いてないな。俺が全部悪かった。頼むから許してくれ。そうですよ、全部ロジンさんが悪いんです。そうか、自業自得でバカな俺なんかのために泣いてくれる人もいるんだな。当たり前です。だってロジンさんは大切な仲間じゃないですか。わかった、俺もやれることはやってみよう。諦めるのはその後でも別にいいんだしな。ロジンさん、そのエスカも協力してくれないか。俺一人じゃ不安なんだ。はい、私でよかったら力になれるように頑張ります。落ち着いたか。ごめんなさい、急に泣いちゃったりして。気にするなよ、俺もいろいろと吹っ切れた。ありがとな。いいえ、そんなこと。でも言った通り、飛行船の完成にはまだ足りないものがあるんだ。まずは班長のところに行こう。悪いけどアウィも呼んできてくれ。はい、わかりました。それで飛行船の件で話って何？発着場に立派なのがあったけど、あれで完成じゃないの？ねえ、あれはあくまで第一段階です。今のままでは飛行船なんて呼べるものじゃないんですよ。あと必要なのは補強資材にエンジン、これが最大の問題です。それって素材を集めてきて調合したりするだけじゃダメなんですか？ああ、この2つは何より素材の質に左右される。さらに言えば、エンジンの調整はかなり腕の立つ錬金術師でも難しいんだ。そうなんですか。頑張ります。頑張るって、頑張ってどうにかなるほど甘いもんじゃないぞ。その話は後で発着場でゆっくりしようよ、ロジ。とりあえず
確認だけね。エンジンが難しいのはわかるけど、補強資材っていうのは何が大変なの？たとえエンジンを詰め込んだりしても、何かで船体を補強しないと勢いが強すぎてバラバラになりかねないんですよ。そんなにすごいんだ。それじゃ危ないね。ただし、それに使える素材の種類があまりありません。どうしても貴重な金属を使うことになります。となると、多少まとまった量の希少金属を仕入れたり、ホムンクルスに複製を頼んだりしないといけないんです。当たり前だけど、そこまでできるほど予算の余裕はもうないわ。飛行船の建造も無茶して許可を取ったくらいだし。それじゃあまさかソウルさんにその金属を仕入れるのを認めてもらわないといけないんですか？そうなるね。一気に難しくなっちゃいましたね。ここまで来て予算が足りないなんて。確かに厄介ね。でも分かったわ。ソウル君の説得は私がやりましょう。ホムンクルスを貸してもらうくらいはなんとか譲歩してもらえるはずだから。でも逆にその2つさえ揃えば飛行船は完成するはずですよね。ああ、ここまでみんなが協力してくれているんだ。頑張ろう。はい、必要なものの調合は任せてください。俺はレシピ作りと設計の確認をするよ。わからないことがあったら聞いてくれ。だったらいつも通りですね。それもそうだな。二人とも息ぴったりだね。そうか、普通だろう。普通ですよね。そうかい。とりあえずあと少しだ。みんなで頑張ろう。やっぱりエンジンが一番の問題だね。こればかりは専門外だからな。特に問題なのは安全性だ。これが保証できなかったら飛行船を作るのは中止するしかないな。そんなに難しいんですか、エンジンを作るのって。中央にいた頃から散々いじっていたし、作り方だけならどうにかなると思う。でも俺が関わった事故もエンジンの暴走が原因だったんだ。慎重にもなるよ。それにここにある設備じゃエスカしか調合できない。正直なことを言えばかなり危険だからやめてほしいくらいだ。そう言われるとちょっと自信がないですけど。でもロジーさんが手伝ってくれればきっとできますよ。だから大丈夫です。まったく能天気なやつだな。本当に甘くないからな。覚悟しとけよ。頑張ります。それで材料は何が必要なんですか？そうだな、いろいろあるけど、何より問題なのは動力だ。この動力に何を使うのかが大きく影響する。自然物で代用できなかったから錬金術で作り出そうとしたんだけど、それがほとんど成功しないから飛行船の建造は難しいんだよね。それにしてもエンジンの動力を作るのか、さすがにエスカには無理じゃないかな。お兄ちゃんまで。でも聞いてる感じだと確かに難しそう。いっそ魔法か何かで飛べたら苦労はしないんだけどね。もうお兄ちゃんったら、笑い事じゃないよ。魔法か。それで素材さえなんとかなったら確かに楽なんだけどな。まさかとは思うけど、あいつなら役に立ちそうなことでも知っているんじゃ。あ、いたいた。あんたたちちょっといい？なんだ、ウィルベルか。何か用か？ちょっと、なんだって。何よ、しかも露骨に嫌そうな顔して。何、機嫌悪いの？すみません、ウィルベルさん。ちょっと飛行船作りとかが立て込んでて。
ああ、そういえば錬金術師って空も自由に飛べないんだ。わざわざ大変ね。俺たちはこれだけ苦労して飛行船を作ってるのに、何なんだこの敗北感は。特にエンジンの動力を作るのがすごく難航してるんです。ん？エンジン？何それ、めんどくさそう。そうだな、簡単に説明するとという感じだ。だいたいわかったか？仕組みはちんぷんかんぷんだけど、要するに火力が足りないってこと？そうですね、普通の素材を使ってもあんまり安定しないみたいで。なるほどなるほど。よし、それなら私と取引しない？言うことを聞いたら魔法で飛行船を飛ばすとか言わないだろうな。そんな単純な話じゃないぞ。違う違う、ちょうどあんたたちにも役に立ちそうな情報があるのよ。はあ、どんな情報なんですか？修行で精霊探しをしてるんだけど、ようやく力の強い精霊の情報が手に入ってね。火の王って言って西の荒野に昔から住んでいるやつがいるらしいの。それで契約の準備を進めてるわけ。火の王？まさかエンジンに精霊を突っ込めって言うのか？何言ってるのよ、そんなこと一言も言ってないでしょ。私が言いたいのは、火の王に聞けばもしかしたらそういう素材のことを知ってるかもしれないってことよ。なるほど、精霊さんなら何か特別なことを知ってるかもしれないですよね。ただその火の王って今はすっごく不機嫌みたいでね、このままじゃ契約の話まで持っていくのが無理そうなの。そこであんたたちに火の王のご機嫌を取ってほしいわけ。あんたたちもそいつに情報を教えてもらいたいでしょ。確かにそれはかなり有力な手がかりかもしれないけど。じゃ、決まりね。頼んだわよ。俺たちにも都合が良さそうだけど、あいつに面倒ごとを押し付けられただけのような気もするな。まあまあ、とにかく火の王さんに会ってみましょうか。